ご視聴ありがとうございます。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムのですね、シナリオを進めていきます。今回はですね、今横にいますユンボーと一緒にですね、こちらですね、あの炎の神殿に、来ております。でこれちなみにポーってやつなんですけど、これね集めておくと、後にいいことがありますので、このポーはねしっかりね、あのこの地下じゃなくて地底か、地底に来たらね、あのしっかり集めることをねお勧めいたします。今ポの紹介じゃなくて、今ちょっとで、ね、手拭いたんじゃないかな、すいません。それではですね、こちらも今日ですね、ちょっと長丁場になりますけどね、炎の神殿入りたいと思います。よろしくお願いします。こちらね、忘れられたゴロンディアって、どうもなんかここにゴロン族がいたんじゃないかなって思うんですけど、ここを攻略していきます。で今回はね、ここをクリアするとこまでになるんですが、すいません、ちょっとね時間かかっちゃったんですけど、一応44分ですね、約ね。はい、でなんか反応があったみたいですね、ここでね。はい、ユンボーが行きましたね。あの何ですかね、ダンジョン内にね、魔物は、魔物じゃなくて、なんていうんだっけ、あのゴーレムがちょいちょいいるぐらいなんですけど、まあ謎解きがねすごく難しいですね。デスマウンテンの地下にです、こんな建物があって、今どうもゼルダっぽい人が前にいますよね。待ってほしい五郎っていうのでね、はい、このゼルダはねどういう位置づけなんですかね、ちょっとほんと謎ですよね。消えましたね。なんかね、過去の映像を見せられてるのかなって気はするんですけどね。で、まあこれはね、あのユンボーがね壊せますんで、ぶっ込んでもらいます。で、そうすると入り口が開きましたね。はい。じゃあ行きましょう。で、すみません、ちょいちょいね、ちょっとあの編集ポイントがあるんですけど、これちょっと僕は余計なことしちゃってる時があるんで、でそこはねうまくカットしてますので、すいません。ちょっと、ね、一部はねちょっと余計なことしちゃったのがあるんですけど、ちょっとカットしきれなかった部分もあるんですけど、それはちょっとこの下手くそと思っていただければと思いますんで、笑っていただけたらと思います。はい、でどうもねこれを解除しなくちゃいけないんですね。はい、はいはい、ゼルダがいますね。どうもなんか過去の映像を見させられてんじゃねえかなとかって思うんですけど、謎ですよね。ここはね、次回の動画できます。ここの今この塊のところですね、まあですね、あの次回の動画になります。それはちょっとおいおい説明していきますので、まあなんで次回の動画になるのかもおいおい説明していきますので、はい。でこれをねどうも解除していかなくちゃいけないんですよね。はい、まず、はいはい、来ましたよっていう、でここがねワープポイントになるはずです。はい、ワープポイントになりましたね。はい、これがねどうもね鍵が閉まってるんですよね。これをね解除しないといけないんですよね。大変だよ。うん。お、声が聞こえましたね。音じゃない、声。はい。お。これって声的にはダルケルですよね。ね、ダルケルの声優さんですよね。でもダルケルではないと思うんですけどね。まあ、これはあの炎の神殿の内部の映像のマップなんですけど、まあ長い広いということでね、はい、子孫、まあそれは君方もなんか子孫っぽいんだよね。うん、で5つの錠を上げれば中に入れるということで、これから5つを解除していきます。ちょっとね長丁場になりますけどね、お付き合いいただけたらと思います。はい、で、まずこっちですね。まあ、ワープポイントありましたね。まあ、何かあってもね、ワープポイントでこれすぐ戻ってこれますし、まあ、ちょっとね、武器が足んないなってなってもね、補給にも行けます。で、ここにすぐ戻ってこれるようになりますんでね。まあ、
まあ、無理しないっていうのがね一番ですよね。私はねここにね突入する前に、確かねあの食料の補給に行ってるはずなんですよね。これねちょっとね動画にはしておりません。で、これあの例のごとくですね水にあの溶岩を冷やすとこういう風になんかちょっとあれ何なんでしょうね、軽石の塊ですかねのようなこのものができてきますんで、でここはですねやっぱり暑いんですね。はい、暑いので耐火装備はね必ずつけることをお勧めします。これリンクね耐火装備つけてないっぽく見えるんですけど、あの上着だけ耐火装備着てますんで、はい、でここでねあと向こう側に渡らなくちゃいけないので、多分ちょっと橋を作るんだと思うんですよ。はい、作りますね。はい、ほんとねこれがね面倒な仕事なんですけど、まあ向こう渡るためにはしょうがないですよね。はい、で作ります。向こう側の岸にね、ちょっとねこれだとねやっぱねダメージ食らうんですよね。ちょっと渡りづらいですよね。なのでこれを作っていきます。はい、まあ、3つもあれば渡れるのかなっていう距離ですよね。これでも実際暑いだと思うんですけどね、渡るときね。はい、でなぜかねちょっとねこれ原因分かんなかったんですけどね、リンクの背中からずっとね湯気が出てるんですよ。これね何か燃えてるのかなと思って調べるんですけど分かんないんですよね。すいません、分かんないまま、ここをちょっと一旦終えております。一応耐火装備は着てますんでダメージはね食らわないようになってるんですけど、はい、でですねここからですねこのトロッコみたいなねやつに乗っていきます。このね先に行かなくちゃいけないですね。なんかね、周りの感じですか、あれね、あれポイントを切り替えるやつなんですよね。あ、そうそう、こんな装備なんですよ、今。ね、あの上着だけね、今ね、あるんですよ。ね、意外とね、あとね、この下の方にありますけどね、あの、古代装備もありますよね。これはね、ちなみにアミーボでもらいました。どうもなんかね、今回宝箱にあるっていうね、話なんですけど、私はちょっと今のところ見つけられてないです。すべてアミーボで手に入れました。はい、というわけで、服装の紹介でありました。はい、では次行きます、はい、でこれ行くんですけどね、でこれね、ユンボーであのポイントを切り替えたりするんですけどね、これ外しました、はい、これ行っちゃいます。こっちじゃないんですよね実際は、はい、これはねまっすぐ行かなくちゃいけないんですけど、まあもちろんこれはちゃんとねやり直しがきます。急カーブで恐ろしい速度で上がっていきますけど、はい、これでもう一回でこれねあのユンボーに行ってもらいます。はい、これで変わります。ギリギリでしたね。はい、はい、行きます。こんな怖い列車乗りたくないですね。スプラッシュマウンテンみたいですよね、本当ね。はい、でねここでもねやっぱ冷やしてますよね。やっぱりねちょいちょいね橋を作ったりするんですよね。でこっから先どうもあそこが1個目なんですが、あーいますねこれね。ちょっと倒すのにね時間かかっちゃいました、すいません。やっぱ火ですよね、火なんですよ、まあ、こんなことはちょっと時間かかっちゃったんですよね全体で。武器がね意外と貧弱なんですよね。まあねあの錆びてね口のないやつとかもあるんですけど、こんなのに時間かけちゃいけませんよ本当にね。もっといい武器持たせればいいんですよ、やっぱそう思いましたよね。はい、ちょっといい武器使った方がいいですよ。はい、黄昏の体験ね、これはねちなみにアミーボでよく出てきますね。ああ弱点が引っ込んじゃいましたね。これはねガノンのあれですね、アミーボでよく出てきますよね。最近やっても出てこないですよね。もうあれですかね、もうあんまりちょっと雑に使っちゃったから、もうあれですかね、出してくれなくなっちゃったかもしれないですよね。やっぱ倒したかな。はい、はい、倒せました、はい、あ中身なんでしょうね。あー、ね、いらないっちゃいらないんですけどね。まあ、はやぶさの弓ちょっとねここじゃ役に立たないんでね、捨てちゃった方がいいですね。はやぶさの弓いくらでも手に入りますからね。はい、でねあの先に行かなくちゃいけないんですね。ここがね意外と私苦戦しちゃったんですけど、あのボカーンってやんなくちゃいけないんですよね。はい、ここにもねいるんですよね。
いるんですけど、まずあれを破壊しなくちゃいけないんですよ。でこの破壊がねなかなか難しいんですよ。ちょっとね距離感がつかめなかったのと、U モードの、ね、操作がなかなか難しいんですね。大砲の時の方がこれは楽でしたね、前回のねブレワイの時の方がね。でこれねここに打ちたいんですけど行かないんですね。U モードが消えるんです。これでこれはねちょっと任天堂さんちょっとおかしいんじゃないですかって言いたいんですけど、で残念ながらこれ何回かミスします。ここでまずここから打とうかと思ってやるんですけど、はい、ユンボ消えました。どっか行っちゃった、上の方行っちゃったんでしょう ね、 ねここじゃ無理なのかと思って、じゃあちょっと上の方から打とうかユンボっていうので、まあ、この距離ならいけるんじゃねえかユンボ、はい、おおいいところまで行ったなと思って、ああじゃあここからとか狙えるかもしれないと思ってですね、はい、おおよしいけるぞと思ってやるんですけど行かないんですね。ユンボ行方不明なんですよ。これねちょっとねすごい繊細ですよね、なんかね。でね爆弾花はね多分気温が暑いから使えないはずなんですよね。だそうするとねやっぱりユンボしかね使えないんですよ。はい、そうなんですよ。やっぱねダメなんですよね。多分ね溶岩に行っちゃったんでしょうね。じゃあダメだな、じゃあ脇からやるかっていうのでこの位置から行きます。この位置からならいけんじゃないかっていうので、はい、でやっとできるんです。ちなみにこの位置だから、この位置はおすすめです。なので入ってここですね、あそこのあった左側から行くのがおすすめですのでね、はい、これ何しようとしてるのかな、これさらに上から飛ぼうとしてるのかな、何しようとしてるのかな、あれ渡るのに、いや、いらないんじゃないかなと思うんですけど、あれですね、なんか橋作ろうとしたんですね、これね。あ、これね、はっきり言って必要ないと思います。ここは飛んでいけると思いますね。うん、でも、念には念を置いたのかもしれませんね。はい、ここでね、一応、まあ、橋を作ろうとしてるんですよ、ね。まあまあ、そう、こんなことしなくてもいけると思うんですけど、まあ、この時はすいません、私、必死に考えた結果、こうしちゃったんですね。橋作ろうとしてるんですよね。いや、いらないよなって思うんですよね。無駄をしました。はい。ちょっとすいません。この無駄な時間にですね、すいません。ちょっとお付き合いいただけたらと思います。もうね、ゾナーエネルギーも無駄なことしちゃいましたね。本当に。まあまあ、それで学びが得られましたね。はい。これでまあ橋がね、橋というか、なんというか、まあ、できましたので、まあ、安全に渡ろうと思ったら落っこちるんですね。でちなみにこれでゲームオーバーになるわけじゃなくてハートが1個減るだけですので、そうか、リンクは解けないのか溶岩って思っているのに、ね、もう無敵ですよね、本当に。ターミネーターでさえ解けるんですからね、本当に。はい、でこれでね、橋がねできるのかな、まあ、一生懸命やってますよね。はい、結局3つの橋を作るんですよね。はい、はい、それ多分ね場所がね悪いんですよね。はい、これでできましたね。はいはい、でこれで合わそうとするんですかね。あ、できなかったのか。はいはい、できましたね。はいはい、で作る。はい、でこれで完成ですね。まあ最初からこうすればよかったんですよね。はい、でこれで橋になります。まあ安全っちゃ安全ですよね。まあ帰りもね渡ることを考えたらやっぱりそうか、橋はあった方がいいのか。はい、でこれがね1箇所目になります。でこのねドラを鳴らさなくちゃいけないんですね。ドラを鳴らす、はい、これユンボをぶつけるんですね。はい、ドラみたいなのが、まあ、ドラですよね。でこれを鳴らして、まあ、その振動がびっくりしたのであそこが鍵開きます。すごい音ですよね。はい、これで1箇所目鍵開きました。残り4箇所まだまだありますね。長いな。はい、すいません。はい、いっぱいだね、あと4つです。はい、やっていきましょう。
と長いですよね。本当ね、すいませんけど、まあこれもね半分にしてもいいのかなと思ったんですけど、すみません、ちょっとねこの神殿のクリアまではねちょっとやっちゃいます。はい。でですね、これ次に行くんですけど、まあこの周辺なんかねいろいろね、まあ宝箱とかゾナウギアがありますんで、まあ拾っていけますので、まあぜひ持っていくことをお勧めいたします。で次ですね、あれマーカーついてるとこがありますので、ちょうど今右下のねちっちゃい地図を見るとチカチカ光ってますよね。多分ねおそらくこちらの方に行きますので、はい、ちょっとね見えづらいですね、すいません。でこの先にね、まあ、これトロッコ列車がありますので、これをね反応させると開きます。でこれで使えるようになりますので、もうすでにね、扇風機がついてますんで、で回すともいけます。でいきなりねこれが塊があるんで、ぜひ気をつけてください。これなかなか意地悪な設計なんですよね。はい。でこれはね、炎の神殿2階っていうところにもう1段上がるんです。今まで行ったところ1階なんですね。でここで曲がります。よく曲がれるなと思うんですけどね。はい、でここに到着します。でちょっと若干そこは戦闘があったと思います。でここちなみにこれね転車台なんですよね。転車台ってね、このね車の向きをね変えられるやつがあるんですよね。僕ね転車台ってなんかどっかで見た記憶があるんですよね、鉄道の駅で。どこでしたかね転車台。転車台ってねあんまりないですよね。転車台、転車台なんか僕の記憶だと大井川鉄道かどっかでなんか見た記憶があるんですよね。気のせいかな、なんかあった気がしますよね。すいません。まあすごい仕組みですよね。列車の向きを変えるんですよね。全部を変えるわけないですけどね、機関車の向きを変えたりとかするんですよね。これはすごいですよね、本当。あんな重いものをね、車のターンテーブルなんてね、本当そこら中にありますけど、列車のターンテーブルですもんね、要するにね。はい。で、ここでね、今ちょっと悩んでますね。ちょっとすいません。ここで、おい、どうしたらいいんだっていうのでね、今ね、ちょっとメモを書きながら、すいません、悩んでます。ちょっと今、ちょうど若干兆候に入っております。すいません。あ、動きますね。あ、よかったよかった。はい、行きましょう。すいません、ちょっとね場面場面でこういうのがあるんで、すいません、ちょっとねカットつけなかったものがあるんで、すいません。はい。これね、なんだっけ、ちっちゃいやつがいるんですよ。なんだっけこいつ、暑いですので、ね、はい、こういうね。でこれでですね、私トゲパッドっていうのをさっき作ったんですけど、トゲパッドが使えないことに気づくんですよ。効かないんですよトゲパッドが。なんだよと思って、でイワロックハンマーに切り替えます。はい、倒せましたね。よかったよかった。だからね、トゲバットはね使えねえと思って、もう二度と作んないぞって思いますね。岩系に効かないんですね。だからね、ちっちゃいマグロック、なんですかねあいつらね。直せちゃった。硬いのはガチロックですよね。でカチロックって言いますけど、マグロックのちっちゃいの何で言いましたっけね。はい。でこれで、カチンってやるとですね、これね線路のね向きが変わったり高さが変わったりしますんで、はい、でこれで向こう側に行けるようになります。でこのトロッコが使えるのかな。はい、じゃあこれを乗せましょう。はい、これね結構複雑ですよ。本当に複雑なんでね、ちょっと私もこれね実際こうメモをねこう書いたり、メモを書きながら見ながらちょっとやってますんで、実際はね、でそこがちょっと編集ポイントになっちゃったりとかしてますんで、ちょっとあらかじめご了承いただけたらと思います。はい、でここで止まります。はい、でこの先に確かねドラがあるはずなんですよね。であれを多分壊さなくちゃいけないんですよね。はい、ドーン。はい、でそうするとですね、水が流れますので、ここであれですね、さっきの岩がどんどん流れてきますので、
でこれで向こうに渡る橋を作ります。これね、さっきのねブルーポイントで作っちゃえばいいんですけど、まあなんかやってないですよね。はい、はい、でこれでつなげます。はい、でこれもつなげます。これ何個ぐらいつなげるといけるんですかね、実際ね。これね、水道のあの蛇口がね持てればね、これね、あの流しながらいけるっていう荒技が使えるんですけど、それはねちょっとないですね。まあ4つですかね、つなげたのが。これ湯気出てるから相当まだ熱いと思うんですよね。リンクは足の裏やけどしないですかね。あのもうすぐ日本も夏になりますけど、アスファルトの暑さって結構ですよね。夏ね、仕事とかで昼間歩いてると靴底燃えるんじゃないかなっつぐらい暑いとこたまにありますよね。それと極端な言い方かもしれませんけども、いや溶けんじゃねえかなって思う時ありますけどね。ね、そんなような湯気ですよね。まあ、そんなような湯気ってなんかちょっと大げさな表現になっちゃいますけど。まあでも暑いでしょうね。それが地熱ってやつですよね。まあ、アスファルトの暑さだって半端ないですからね。何十度ぐらいあるんでしょうね、アスファルトの暑さなんてね。5、60度もっとあるのかな。本当大変ですよね。まあそんな中今リンクはこれ戦ってるんでしょうね。あ、何、蛇口あるじゃん。今なんか蛇口見えましたね。うわ、失敗した。使えばよかったですね。本当ね。まあ、こういう時間の無駄遣いをしちゃいましたね。すいません。この先にドラがあります。で、ここには、あ、ガーディアンがいますね。あ、ガーディアン、ゴーレムがいますね。はい。ゾナニウム。ゾナニウムもね、本当ポーと同じぐらいどんどん集めた方がいいっすよね。とね、ポーはね、と通貨です、あれは。簡単に言うと。ね。だから本当ね、集め、もう一個でも集めてた方がいいですよ、もう。ルピーと同じぐらい。もうガンガン、もう見つけたらもう拾う、みたいな。はい。お、これなんかやろうとしますね。あー、ちょっとなんか武器不足しちゃったんだね、ちょっとね。まあ、うん、そうですね。ちょっとね、片手剣がね、私好きなんでね、ちょっと作っときたいですね。まあそんなにね、こう、なんとかね、魔物的には強いのがないんで、あれぐらいでいいと思います。まあ、ラスボスがここのねところのボスはこのボスで考えればいいだけなんで、はい、これで、ね、びっくりしたんでしょうね、ドラの音でね、うわーって口開くんでしょうね。リンク、先を急ぐごろ。はい、これで2つ、あと3つですね。はい、まあ、これでやっとね半分ですね、大体。これだんだんもう私もね慣れてくるんで、はい。でね、これ向こうに渡るのかなと思って考えた結果、ちょっととりあえず上に行ってみようというので、ちょっと試しに上行ってみます。これここでちょっとたまたま反応したんでね、上行ったらね、これまたいいとこなんですよ。ベストなポジションで、なんと宝箱が目の前なんですよね。ありがとうございますということで、はい、ゾナニウムありがとうございます。もうゾナニウムもねたくさん集めておきましょうね。はい、でね、多分ね、向こうに渡って、そうですね、これに乗るんでしょうね。はい。でね、一応ちょっと向こうを確認しましょう。確かに、ね、こっち渡ってきたんですけど、これをね、上に行かなくちゃいけないはずなんですよ。なので、あれをね、ちょっと反応させて上に行きます。で、これね、弓が届かないんですよ。もうちょっと射程の長いやつ。で、考えるとね、私ね、これね、黄昏の、弓がね目についてないんです。絶対行きますよね。なぜこんなに使いづらいやつで行くかな。あ、でもね届き始めたんで、あ、これ行くなと思ったんですよ。はい、でこれで上に行きます。はい、ちょっと慣れてきました。でこれ転写台を使います。かっこいいですよ。こんな早くなるんですよ。実際の転写台こんな早くないですよね。今 JR とかね、汽車のね鉄道会社がやってるやつなっていうのは、ほら、これは軽いからね、ストンと回るんでしょうけどね。はい、でこちら3階に入ります。ここにはね、ちょっとね、
あれですね、あのゴーレムがいますね。まあ、見えてるだけでも1体はいますね。まあ、こうやって戦うことになりますね。はい、これね、どれのスイッチだったかね、ちょっと忘れちゃったんですけどね。まあ、あれは叩いておこうと思って、とりあえず叩いちゃったんですね。まあ、多分この右側に行くやつのね、あれが開いたんでしょうね。あのフェンスが開いたんだと思いますよね。これ隊長ですよね、多分ね。まあ、ユンボー強いですよね、やっぱね。お、ロケット。まあ、ありがとうございます。これもね、後に使いましたね。まあ、ここでは使わなかったんですけどね。あとロケット1個目ですね。ただゴロンシティの近くで使いましたね、なんかクエストでね。はい、はい、じゃあ行きましょう、どんどん行きましょう。木の矢、矢はね、ほんとね、今これ150本ありますけど、このあと私超不足気味になっちゃいましたね。だからあの買いましたね、結局ね、しょうがないから町行ったりとかしてね。まあ、なんとなくですけど、まあ100本とは言わないですけど、50本ぐらいあると安心ですよね。矢はね、そんな使えませんよって人ね、いらっしゃいますけど、僕はね、結構弓矢好きなんで使えますね。はい、ですみません、ちょっと考え事です。ここであれどっちだろうなっていうの、多分ね、これね、左にね、上に上がってくんだと思うんですよね。で、ね、確かね、ここでね、線路が切れてるからって私のメモに書いてあるんですよ。線路が切れてるところがあるって書いてあるんで、それはね、長い列車で上がっていきますっていうふうに書いてますん で、これでやってるんですよね、今ね。長い列車ってどこなんで、ね、何両つなげればいいんだと思う。で、結論から言うと多分ね、2両で大丈夫だと思いますね。3両つなげるとね、安心なのかもしれないですけど、なんかね、上がっていくのかなっていうのね、ちょっと心配になっちゃったんですよね。でもね、ここね、2個あるんですよね。だからね、多分ね、正解はね、これね、3両つなげるのが正解なのかなと思うんですよね。え、いやー、動画がね、そう、これね、そう、切れてるんですよね。確かここですよね、切れてるのね。はい、で、これつなげます。でね、これね、あの、このつなげるクエストってね、他にもまだ出てきますんで。はい、でね、これレールに乗っけた状態でつなげた方がいいですね、本当はね。これちょっと私ね、上げちゃって、まあでもはまりますんでね。あ、やっぱ3つつなげたんだ。あ、失礼しました、3つつなげました。あ、つなげてないよね、つなげたっけ。あ、3つつなげたんだ、結局。すいません、失礼しました、僕に2つだけだと思ってた。はい、3つつなげました。はい、これつながってるのかな、つながってないですよね。はい、はい、で、3つつなげます。で、それでいきます。そうなんですよね、これやっぱり3つつなげたんだ、大変失礼いたしました。3つつなげました。で、それだと水力が足りないんじゃないかなと思って、結局ね、ロケットもつけたんだ。まあ、はいはい、ちょっと思い出してきました、すいません、大変失礼しました、喉乾いた。はい、あとちょっとですね。で、これをつなげます。で、そうするとね、ゴール結構なスピードで上がってきますよ。これもしかしたらね、扇風機2個が理想かもしれないですね。ロケットつなげましたけど、ちょっとスピード速すぎかなって思いましたよ、私は。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、で、これで上がっていきます。で、そう、これ、そう、今切れてましたね、線路がね。で、ロケットがここで切れますんで、ね、で、ここからはあの、のんびりのんびり風車で上がって、扇風機で上がっていきます。はい、お、ゴレムがいますね。はい、お、冷静でしたね、今ね。はい、で、このね、右手の建物にドラの、ね、施設がありますんで、じゃあ行きましょうか。3つつなげた、あれ2つだとやっぱいかないのかな。結局ね、線路が切れてるテクニックってこれなんですよね。うん、これで上がっていけるんですよね。これなんだっけ、燃やすんだっけ。あ、これで橋をくっつけるんですね。はい、失礼いたしました、なんかボケ始めてますね、本当ね。この橋をつけるのはね、祠で何か所かやりましたよね。
え、これ何処理してんだろう。え、この上を燃やしたいんじゃなかったっけ。そうだよね、あの上に行きたいんですよね。あの上をやるためにはどうしたらいいのかなと思った。この端から行けばいいんじゃない。そうそう、ここからですね。はい、ゴー。あれ、行かない。ああ、もうちょっと後ろじゃないかなと思うんですよね。そう、あの上を壊したいんですよ。あ、違いますね。どうにか正解なんだろう。惜しいのかな。単純にこっから打てばいいのかな。全然わかんないですね、はい、もっと近くから打とうかなんだかな、それとももっと離れたとこからやろうとなのかな。はい、じゃあ打ちます。ああ、離れ、遠い、近すぎたんですね。はい、で、これでね、モドレコでいきます。はい、そうそうそう、これモドレコで上に上がります。これね、これね、後に使うテクニックになりましたね。これね、結構使えますよね、このね、モドレコのテクニックは。はい、で、上に上がります。すごいっすよね。で、ここにドラがありますんでね、ユンボー来てください。はい、来ました。はい、で、鳴らします。ちょっとね、頭使いますよね、ここはね。でもね、ヒントなしでやるって本当大変だと思いますよ、本当に。リク、残り2つごろ。特にここはね、わかんない。まあ、次もわかんなかったですけどね、結構わかりづらかったですけどね。はい、で、ここはまあ、あと降りるだけなんで、まあ、非常にね。で、あと向こう側に渡ります。またね、トロッコでね。まあ、暗いからね、ちょっと分かりづらいっていうのもあるんですけど、まあ、ちょっとずつやっていけばまあなんとかなりますので。で、トロッコに乗ります。トロッコに1個車両のやつがどっかありましたよね。目の前でもありますけどね。ああ、これですね。はい、はい、で渡ります。まあ、ちょっとね、向こうでね、戻るという形になりますね。まあ、でも飛んでいってもいけんじゃねえかなと思いますけど、まあ、あえてね、トロッコに乗るんでしょうね、ここはね。はい、乗ります。ここも下ってすぐですね。あと2個がね、ここが難しかったですね、本当に。もうなんかね、ちょっと止めながらね、メモしながら、図を書きながらですね、いろいろやるんですけど、まあ、これなんかもね、何回叩くとかねっていうのをちょっと書きながらやってるんですよ。で、隣を叩くとかですね、見ながら、画面の横にね、メモ貼りながら、あの手順みたいなのやってるんですけど、今編集ポイントがあったと思うんですよ。今のもちょっとなんかちょっとね、メモを修正したりとかするんですよね。で、ここに乗っかるっていうのもね、ちなみに書いてあります。はい、で、ここ違った、あ、違う、ここ違ったので、ここ修正しましたね。これ、そう、ここで上がるっていうのは、後から書いたんですね。で、これがね、ちょっとね、まさかね、敵がいると思わなかったんですよ。ちょっと油断しました、これは。すいません、本当にぼーっとしましたよね。よくぞ見つけたなと思うんだけど。で、これで、ね、合流そうですよね、これでね。すごいですよね、もう。あ、止まれなかった。あれ、これ降りなくちゃいけなかったんじゃなかったっけ。あ、そうだ、思い出した。そうだ、思い出した。ここね、私失敗しました。この後失敗の顛末が分かりますんで。そうなんですよね。まあね、下手くそ丸出しでしたね。降りなくちゃいけなかったんですよ。はい、で、ここで降ります。降りるんですけどね、全然違うところで降りるんですよ。はい。全然違うところで降りてね、痛い目に遭いました。ね、これでね、ほんともうちょっと友人で持ってきます、これで。で、これがね、上がれないんですよ、確か。多分ね、このロスがなければもうちょっと早く行けたはずなんですよね。これ完全にロスです、ほんと失礼しました。
トーレルーフだとね、ちょっと距離ありすぎるんですよね。はい、もうしょうがねえやと思って、ね、もう一回行きます。ここもね、ちょっと距離ありすぎんですよ。ねえ、マジかよと思って、ね、どっかね、オートセーブしてないかなと思ってね、そんなね、こう淡い期待というかですね、ちょっとね、ちょっと小尺なことを考えたんですけど、しょうがねえ、行くかと思ってね、諦めて行くことになりました。行かない、ちょっとね、トーレルーフってね、ちょっと高いんですよね、位置がね。はい、なのでもう一回行きます。はい、お前諦めるか、どうしようか、うわめんどくせえ、またここ行かなきゃいけないのかよとかね、今ねそんな葛藤です。今あれは登れないかなとかね、いろいろ見るんですけどね、これ登れないかなと思って行きます。はい、でね、ここです、ここです、ここね見つけちゃったんですよね。でもこれ登れたんだっけな。よし、ここでトーレルーフ使えないかとかね。でね、しゃがんじゃうんですよね、なぜかね。そうで、これで登れます。はいはい、でもうちょっと、もうちょっとね、まあ登れるんですよね、やっぱね。よかったですよ、あそこもう一回のぐるぐる回りながら行かなくちゃいけないのかって思うとね。あ、ちょっと青くなりましたね。うん、これで上に上がれます。いやー、よかったよかった。うん、これでね、本来ね降りたかった場所がここなのでね、であそこにありますよね、ドラが。そう、降りたかったんですよね。でここでまたユンボーの活躍ですね。これを壊してもらいます。ちょっと違うんですよね、その目の前のやつを。これね、やっぱね、微妙な調整がねすごくユンボー難しいので、まあ別に失敗してもね、ただ時間かかるだけなんで、ルフィが減るとかね、ヒットポイント減るってことはないんですけど、はい、でこれと同じ原理でドラを鳴らしに行きます。はい、どういうことするかっていうとですね、坂道をちょっと作ってあげるんですね。はい、でちょうどここに長いやつがあるんで、なんかジャンプ台みたいな感じですよね、要は。はい、それを作ります。はい、はい、つけます。はい、おい、はい、でここに置きます。ちょっとドラの位置ですかね、ドラに上がっていく位置で、いいですね。ミニ四駆のジャンプ台みたいな感じですけどね。はい、で飛ばします。あー、惜しい、もうちょっと後ろですかね。はい、ちょっと何回か調整しながらねやっていけば必ず当たりますんでね。はい、はい、行きました。ちょっと端っこでしたねでもギリギリ当たったから良かったですね。はい、であと1個です。はい、長いよね、ほんとこの神殿のやつはね、ほんと長いと思います。そうですね、まあもうネタバレとか世の中のやつに流れてますけど、この後ちなみに水行くんですよ。水もねそこそこ長いんですけど、でもまだマシだったかな。まあ慣れちゃったっつうのがあるんでしょうけどね。はい、で壊れましたね。はい、はい、であそこに行きます。遠いです。はい、なのでこれはね列車通過で、ね、ちょっと向こうに渡ります、一旦ね。はい、渡りました。でこれを壊すぞ。ユンボいるか、いましたね。はい、壊した。まあでもね、この手のやつ見つけたら何でも壊しちゃっていいと思いますね。はい、でこれでちょっとね、またトロッコ列車でね、ちょっと音楽が変わりましたね、これね。あとちょっとっつうのもあるんですかね。はい、ユンボに、はい、ユンボとね戦いながらまた行きます。はい、で止まります。
で、これでね、確かね、あれ、ちょっと想像してたのと違うけど、これはね、かなり当てずっぽでやってますよね。あ、これで向き変えるんだ、みたいな感じでね。よし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 。っていう感じでいきます。これ多分ね、編集ポイントがどっかに入ったと思うんですけど、あれ一回ミスしたと思いますね。すみません。これあの、すみません。実際はね、44分の動画なんですけど、これ実際はねどんぐらいかかったんでしょうね。まあこれで倍とは言わないんですけど 1.5 倍ぐらいかかってると思いますね。はい、すいません、うまくね失敗を隠してる動画です。はい、でこれで上がっていきます。これですね、あのね、スムーズにやってるようになってるだけであってね、実際はねかなり苦戦してるんですよね。よく曲がれるよね、これで普通なら脱線するんじゃねえかなと思うスピードですよね。はい、でこれが、あー、いい武器持ってるな、欲しかったよな、今となってみたら。はい、あとちょっと。はい、兵隊エッジが壊れそうだわ。これ確か武器変えたんじゃなかったっけ。あ、ゾラニウムの体験ですね。うん、そうですね。まあまあまあ、まあまあまあ、まあ今考えられるのはこれがベストでしょうね。はい、木の矢がもらえました。木の矢、今回弓矢使いまくりですもんね。で、これで進むんじゃなかったっけな、これでね。あとちょっとですね。あ、そうだ、一回ここでセーブしました。はい。うん。セーブしてなかったんですね。これね、編集点いろいろありましたけど、なんかセーブするシーンなかったですね。結構夢中でやつなんですね、これね。これね、あとなんで編集あのセーブしたかっていうのはね、あと1個ね、勘違いしてるんですけどね、これ多分ね、5個目のやつやったらすぐ、なんだっけ、すぐボス戦なのかなと思ったんですよね。だからちょっとここで1回セーブしとこうと思ったんだ。そうだそうだ。実はですね、スケジュールのこのメモみたいなのがあるんですけど、それにね、ここでセーブするっていうのも実は書いてあるんですけど、なぜかね、炎の神殿はね、ほとんどセーブポイントここがいいんじゃないかっていうのは書いてないんですよね。で、そうするとですね、もう、あ、まあいいや、この辺でやろうっていうので、そこまでね、考えが及ばなかったんですね、これ難しすぎちゃって。うん、これちょっと編集ポイントありました。これかなり相当迷ったんですね。すいません。どこだよみたいな感じで。はい、で場所がね、やっと分かったんですね。ここでね。なんだよ、こんな真下があんのかよと思って、これでやっと分かったんですよね。あ、思いました。ここ相当時間、そうそう。ここ相当時間ロスしたんですね。はい。ちなみにね、あと1分ほどで終わるんですけど、この動画これ間に合うのかな。はい、でこの下がね、すぐ下がドラなんですね。はい、まあ、ここはまあラストなんですね。これね、まだね、動画改めて見てもね、あ、迷いながらやってたんだなってのがよくわかりますね。はい、ちょっとホッとしてます、ここで。はい、でユンボー来て、はい、というわけでですね、これで、5個なりましたので、これで全てのドラを鳴らしたことになります。びっくりしましたよね。はい、で、あ、なんでもねえってで終わります。で、あそこの入り口が開きます。できましたね、よかったね。はい、というわけでですね、これで、次がですね、この、炎の神殿のボス戦になりますので、次回はボスドットとの戦いとなります。というわけで、この動画最後までご視聴ありがとうございました。次回もぜひボス戦ご覧ください。ありがとうございます。